恒例のプレゼント交換大会やりたいと思います。結構2年前からやりだして地味な企画なんやけど結構思うって結構毎年結構これ盛り上がってらっしゃるんで、おもろいの持ってみたやってるから、ね、プレゼントは何でもええって言ったら何でもええって言ってもらう。でもみんなの反応がどうかってことで2年目で考えるわ。1年目のやつは戸惑ったと思うじゃあ今回は、15期生からいきます。平原健、はい、前に来て前出んの一人ずつここに来て、まあ、システムの説明すれば一人ずつここ出てきてもらって何を持ってきたか言うて、ほんでこれ抽選箱にみんなの名前が一人ずつ入ってます。でそれを例えば平原がこれ取ったら、例えば、倉野くん、和樹さん言うてってなるかおおってなるかうわ何も聞いてないよ。うわ何やろ、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 やばいやろ、やばいやろ、説明書、説明書、いやで、いや、いいからそれ、いつもホテルにあるやつ、あかんで、説明書とかなかったらあかんで、やるやつやん、そうだね、これ基本は、こう、こう行く基本は、こういう、待ってや応用あるみたいな、でもまあ応用はそれぞれ、それぞれ、それぞれ、山本大ちゃん、大ちゃん、大ちゃん、おめでとう、おめでとう。あんま嬉しそうちゃうやん。これを大事に、できた欲しかったな。狙ってた。絶対嫌だ。おめでとう。おめでとう。大ちゃんもらうだけ。もらうだけ。それほんでまた買えんの。買えんの。金本。ああ金本。あ大ちゃんほな。ごめんごめん。大ちゃん行こうか。あんまけのもんもらったらね。これはあんまきもらったらね。どうぞ。それお前あとに身につけなあかんねんさ。あれ大丈夫、何も言うんだ。おありがとう、クリップたこ焼き。あたこ焼き機見上げて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 欲しい欲しい、できたら欲しいわ。もう絶対や、一度に20個できます。いや、そんなになかなか。じゃあまあ、引いてもらおう、ちゃっちゃっといこうか。はい、誰や言うて、しおゆくん。よかったな、おめでとう。おめでとう。になるなぁ。お前、お前までで、お前帰ってて。去年までだ。今日汗んだ、汗んだよ、今日汗んだって。何通りあるか。何通り。山本庄司。お、なにこれ、なにこれ。やんぞ、やんぞ。それ、お母さんがもらってきたんちゃうの。それ。兄貴が後で終わるな。そう。プリンスリーグの出場記念の雫のバスタオルです。うわ、割り欲しい。いらんやろ、帯やから。言ってた方がいいな。いや、違う、ちょろちょろ。プリンスリーグなかったしな。プリンスリーグなかったじゃないですか、カズキ。あ、すいません、すいません、すいません、もちろん知らんから。何それみたいな感じだ。落ちる、落ちる。今村さん。それ3番目でええやん、ええやん。頭巻いてくれるんじゃないですか。おはようございます、おはようございます。どうも、連続一番最後でまぶしてるんだ。
ちょっとあれ俺1年目はちょっと日本語やったもん。あそっか、やっぱしや勝負やあれ当たっても結構美味しいよ。じゃあ、船の古い友人です。うわ、進学校で。え、出て、出て。ちょっと待って、マジ欲しい。全然マジ欲しい。ゼゼやで、おい。ゼゼは欲しいな。ゼゼは欲しい。カズくん。カズくん毎年おもろいやん。絶対に。めちゃめちゃ似合う。めちゃめちゃ似合ってる。めちゃめちゃ似合ってる。全然全然おめえ。かしこ見える。かしこ見える。じゃあ何だ。最後がまだ強かった頃の最後。臭いがか、臭いが欲しいな。お前の強そうやね、こんな。強かったこれ、ね、強かった。そんなん上げていいの？そんなん上げていいの？今のやつ、今のやついいの上げて。やばいの？やばい。いいの？来年切るちゃうの？いや大丈夫です。大丈夫。かっこええな。手に持って、手に持って。かっこええな。おお。誰かわからん。微妙なんだよ、シュート。同じでしょ。微妙なんだよ。でもベンチコート長すぎやな。長すぎやな。長じゃみっき。なんかおもろそうな感じが出てきたぞ。何これ何これ。明るくとかちゃう。 AV のコンセント。おー、マリ欲しい。欲しい欲しい欲しい。マリ欲しいよ。タイトル、タイトル、タイトル言って。タイトル浸透。深いな。6本中、ピノ1本見抜いてしまった。いやでも、深いてるやん。深いてるやん。深いてるやん。やばいな。で、その1本どうやったん？その1本。その1本よかったん？その1本はどうやったん？あんまりか。めっちゃええやん、俺これ。すごいな。上に上げて、上に上げて。すごいな。ほんまに見てるわ。ほんまに一歩足りない。お前、5本しかないやんけ。うわ。もうや、6本言わなかった。5本セットで言ってくれます。初物やね。初めてやね、これね。こういう系なかったな、それ。わー、熱いな。あきらだ。俺、これ当たったな、これ。同年代同士、結構きついな。これ当たってほしかったわ。いつかやん。